ん切りもされてるんですもんね。あのあまだ中途半端ですけど、ね、でも先生のね、やっぱあのいつも僕あれ誰も理解 できてないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、止めてないものを切るっていう、まあ、細かく言ったら結構すごいあの奥深くて難しいんだけれど、まあ、彼がそういうのに挑戦するって意欲はね素晴らしいし、で誰でもできるものじゃないし、だからまああの、まあ、そもそも天切りってあの空手の大山総裁のビール瓶の首都割りっていうのに僕はものすごく興味があって、でまあ僕は大山先生崇拝していて、それで憧れもあるし、ね、なんでビール瓶を置いてね、で先端のところを一手でね切れちゃってるかっていうのはものすごく興味研究したんですよ。普通誰もあんなことやらないでしょ。だってビールに手で割れ手切れるの当たり前だし、はい、まあお前、ね、あまあ危ないってお前危ないっていうか常識で考えたらガラスを横割りするわけだから、かけたガラスで手を切るのは当たり前の話だから、だけどあの先生はそれ全然手も切らず切ってた、ね、それなんでか分かんなかったんですよね。でもその研究して、まあ、今でいう、まあ、映像、ね、今みたいな動画ないけれど何回も何回も見たり研究してると一つのことが分かって、まあ、入った時のパンッと瞬間ね、瞬間と出る時の瞬間に流れがないですよ。要するに移動がないんですよ。ここで切れてるんですよ。でここで切れてるってことは普通ここで当たった瞬間に切れてるわけだから、でこれからあの先生の手って移動してないんだから、移動してないから切った後切らないんだよね。でだからあの刀で僕は それほど空手をそこまで極めてないしできないから、じゃあ自分が極めて一生懸命やってる方まで同じことができないかっていうのが、で彼も多分同じで空手をやってて、だから同じことをやっぱり考えて、ね、で今挑戦してるんだと思うので、まあ難しいですよ。でバッとしてから切るのはまあできるけど、まあ、彼今抜き打ちで調整してますけどね、まあ、もっと本来あの技はもっとあの極めなきゃいけないんだけど、まあ、いずれにしろ切るということは、はい、なかなかできないこと、まあ、全然完成してないしまだまだ全然天秤には至らないんだけど、まあ、その挑戦する意欲も素晴らしいし、ね、だからまああれはあの先生があの天切りっていうのを私自体は先生が発明したっていうか、そうです、ね、大山総裁のビール瓶切りからこの前撮影しましたけど、それをあの深谷先生はあの見ててはそういう教わったっていうですね。やっぱいやあれちょっと、まあ、まあ僕は止めてても切れないのに下、ね、固定もしてないのにあので最後こうやってひっくり返ってあのあれですよね、その場に、あれがすごい不思議な物理現象だな。理屈でね、刀って引くか押すかね、まあ、いずれ切るっていう動きに対しては、まあ、刺身の包丁とも同じようにさ、こうなんかこうこういう動きがないと、まあ、刀って切れないわけね。だから、まあ、切るっていう概念より、まあ、表現が悪いかもしれないけど叩き切るっていう概念なんですよ。だから切るってこと一切ないですよ。でその証拠にね、下の竹が倒れないっていうことは、横の移動の力がないってことですよ。こうこれがこう入って横の移動がこうの力があったら、はいはい、絶対下にあるものは倒れるからね。倒れないっていうことは移動がないわけで、手段とか試しでやるのは切るっていう概念だから、例えばこう切ってこう切るとか、こう切ってこう切る、力が発生する。だからその前にかかる力がこう移動の力が当然かかるんですよ。で、まあ振り回せば振り回すほどエネルギーは前の方に飛ぶわけで、
まあ、横から振り回しておけば遠心力を実は使ってる。だからそのエネルギーっていうのは結局いろんな方法で手法でやるんだけど、あの点切りっていうのは見たら分かるけれど、振り回してもいないし、まっすぐ抜いてそのままポンと切ってるわけじゃない。だから、まあ、遠心力も使ってない。だから そこがまあ一つの点切りのポイント。なのでこう入った瞬間に実は切れてる。が結局大山先生がやるビールビンの指導割と僕が長く研究してやった抜き打ちの点切りっていうのはまあ共通性があるわけ。同じことやってるんですよ実は。まあ僕なりにね。だから、うん、その大山先生はそこまでその分析して解析してそのエネルギーの移動だとかどうやったらそこに点に集中してエネルギーが集まるかとか、まあ、そんなようなことは論理的にやってるかどうかは僕は定かではないけれど、でもやってることは事実ですよ。だからまあ、理屈なんか関係なくてそのやってること自体は本当に素晴らしいんですよ。で、まあ、僕がたまたまそういうのが好きだったから、好き憧れもあったからそれに突き詰め研究してた結果今の縁切りが完成してるわけ。真似しようと思ってもできないですよ。もうかれこれ12、3年になるんだけど、彼が入ってきた頃にはもう完成してたからね。だからその頃はまあ それがどれだけね大山先生がすごいことをしてたのかなっていうふうな、まあ、実感でもありね。まあ、その前から研究してようやくその辺の時点でようやくねできるようになったんで、まあ、彼も今挑戦してますけど全然楽じゃないです。